はーい、こんにちは、沖縄おばばです。えーとですね、ちょっと面白い記事がありまして、はい、これもやっぱちょっと注意かなって思う記事なんですけどね。おみちゃんですね、おみちゃん。はい。おみちゃんね、どうやらね、ナチューのラルラルではないようみ、ないようですね。はい。そういうことです。えー、なんと、ラボラボからね、 えー、ラボラボでね、なんかメイキングされたんじゃないかっていうことなんですよね、おみちゃんが。はい。なんかね、いろいろ調べるとわかるんですけど、えー、ああいうね、えー、ああいうものは、あまあ、ナチュラルにはね、なかなかこう、無理があるらしいです、どうやら。はい。でね、ああいうものっていうのが、 だいたい、あのー、合成するとね、できるらしいんですよ、どうやら。はい。まあ、パズルのようにね、いろいろと組み合わせたんでしょうね。はい、パズルのようにね。彼ら好きですからね、パズルが。はい、そういうことでございます。はい、どうやらね、えー、そういうことです。あの、おみちゃんですね。おみちゃんですよ、おみちゃん。はい。 ねえ、日本のおみちゃんはそういえばどうしちゃったんでしょうね。<laughs> はい。まあ、おみちゃんですね。おみちゃんはどうやらね、えー、ラボラボでね、ラボのラボラボでね、はい、えー、メイキングされたものではないかという、そういったなんかあの、文章がありましたね。はい。まあね、あんなもの作ってね、えー、またなんかの、あれですかね、あの、 テストなんでしょうかね。<laughs> はい。まあ、そういうことですよ。はい、えー。まあ、まあ、まあ、言って、言った通りでございます。で、詳しいね、内容のほどはね、あのー、いつものようにね、ぺったんこーってしておきますので、えー、どうぞね、皆さんね、飛んで見に行ってくださいということです。どうやらね、おみちゃんはね、あのー、違うみたいですね。 ナチューのラルラルではないらしいです。どう、どう変わってもちょっとあの、変すぎるらしいですね。はい。えー、生物学者の方がね、皆さんそういうふうに言ってますね。はい。まあね、日本のおみちゃんもおかしいですけどね。お,おみちゃんはみんなおかしいのかもしれないです。はい。えー、まあそういうことですね。はい。えー、皆さんね、どうぞどうぞお、こちらの方も見に行ってください。まあ、ああ、ったものをね、 こうねこうなんて言ったらいいんだろうねばらまいてね何をやってるんだかっていう感じですよはい本当にはいそれでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでしたはいみきさんかわいいですよね,ねおねむでちゃいますねおねむでねはい